どうも、こんにちは、プロイドと申します。今回は、LMG について、威力、レート、射撃時のブレなどの性能を、徹底的に比較していきます。12月16日現在、5つの LMG があり、ルエス系機関銃、MG1 号、ブレン系機関銃、MG42、汎用機関銃となっています。威力減衰が少なく、火力の高さが特徴ですが、それぞれ扱いにくい癖を、持っています。初心者の方にも、理解しやすいようにまとめています。それでは性能を比較していきましょう。LMG の性能を、火力、扱いやすさに分けて比較していきます。また、その中でも比較項目を、細かく分け、火力は、キルに必要な弾数、レート、キルタイムであり、扱いやすさは、射撃時のブレ、腰打ち性能、マガジン弾数、ADS 速度となります。まずは、キルに必要な弾数について、近距離、中距離、遠距離、約30メートルの、4つに分けて比較します。近距離は、相手との距離が、約5メートル、中距離は、約12メートル、遠距離は、約28メートル、約30メートル以降は、もうよく見えないです。キルに必要な弾数を、LMG ごとにまとめました。最も少ないのはブレンの、2発キルであり、次にルエスの3発キル、MG1 号、MG42、汎用機関銃の4発キルとなります。すべての LMG において、約60メートルまで威力減衰は少なく、距離により必要弾数が、増えることはありません。約60メートル以降は、実用性がないためカットです。次にレートを比較します。上からレートが高い順に、並んでいます。汎用機関銃と MG1 号は 720rpm と高レートであり、ラピッドファイアの効果も大きく出ます。ルエスやブレンはキルに必要な弾数が少ないため、レートも低く、ラピファの効果も低いです。それでも、火力をさらに上げるために、ラピッドファイアをつけることが多く、欠かせないアタッチメントとなります。必要弾数、レートを踏まえた上で、キルタイムを比較します。キルタイムは、ADS 状態で撃ち始めてから、キルまでの時間とします。また、近距離から約30メートル以降で、キルに必要な弾数は変わらないため、距離ごとにキルタイムは分けていません。射撃時のブレ等を、完全に無視すると、キルタイムが一番優秀なのは、汎用機関銃です。ラピファをつけると、群を抜いて速くなります。一番予想外だったのは、ブレン系機関銃です。2発キルの強みを活かすことで、キルタイムが早いと期待していましたが、0.40 秒と遅いですね。逆に、3発キルのルエス系機関銃は、キルタイムも早いため、万能な LMG であることがわかります。次に、扱いやすさに関係する、射撃時のブレについて比較します。それぞれ1マガジンずつ撃った時の、ブレを見ていきます。ルエス、ブレン、汎用機関銃は、跳ね上がり速度や、量は違いますが、上ブレのみ発生します。MG1 号は、上ブレはもちろん、突発的に横ブレが発生します。このブレのせいで、4発キルできないことが多々あるので、注意が必要です。一番優秀なのは、MG42 ですね。レートも十分あるのに、ブレがほとんどないので、LMG で一番好きな武器として、あげる人も多そうです。グリップをつけると、全体的にブレは抑制され、ルエス、ブレンは効果が大きいですね。MG1 号も、突発的な横ブレが減るので、つける価値は十分にあります。MG42 はグリップがなくても、ブレがないので、つける意味は、あまりないですね。汎用機関銃は、跳ね上がり速度が、若干抑えられる程度ですね。次は、腰打ち性能について比較します。クロスヘア内に円を描き、円の直径のピクセル数で、腰打ち性能を比較しています。AR や SMG に比べると、クロスヘアは大きいため、相当接近していない限り、腰打ちは当たらない印象です。その LMG の中でも優秀なのは、MG1 号です。射撃時のブレ性能を考えれば、腰打ちが良くないと納得できないですね。ルエス、MG42、汎用機関銃は同じであり、ブレンは圧倒的に腰打ち性能が悪いです。ステディエイムをつけると、円の直径は約半分になり、
とっさの腰打ち対応もしやすくなります。ただ、ステディエイムをつけたとしてもノンアタッチメントの SMG と同程度なので過信は禁物です。次はマガジン弾数を比較します。 LMG は SMG や AR と比べるとリロード時間が長く、弾幕を張って敵を牽制することもあり、マガジン弾数が非常に重要となります。レートも関係しますが、優秀なのは MG42 ですね。50発でも足りますが、各マガをつければ撃ち放題できます。これはブレンにも同じことが言えますね。マガジン弾数の性能が悪いのは汎用機関銃です。ラピファをつけると 800rpm という高レートなので、3、4人相手にすると弾は不足します。前線で戦っている時の長時間リロードほど怖いものはないですからね。最後に ADS 速度を比較します。上から ADS 速度が速い順に表示しています。なんとブレン以外は ADS 速度が一緒です。クイックドローをつけた場合も同じであり、 SMG や AR と違い差別化されていませんね。ブレンは2発キルが強力なので ADS が遅くなっています。これは過去作から一緒ですね。以上、火力と扱いやすさに分けて7つの項目を比較していきました。3発キルでマガジン弾数の多いルイス系機関銃、腰打ち性能が良い MG15、低レートで2発キルが可能なブレン系機関銃、圧倒的にブレがなくマガジン弾数も多い MG42、 LMG で一番高レートな汎用機関銃。性能を理解してお気に入りの LMG を見つけてみてはいかがでしょうか。アタッチメントの性能をより詳しく知りたい場合は個別の性能検証動画からご確認ください。ご視聴ありがとうございました。